さあ今から健康診断、47歳初めての健康診断行ってきます。緊張するわ。なんや、結構池袋も緑あんじゃんあんじゃん。しかしなんでこんな朝早いかねもうちょいゆっくりめの時間でもよかったけどね。終わったら何食べるか考えなめっちゃ可愛いやんつぶらな瞳。どうした、どっか痛いんか。暑いだけか。一緒に行くか。ゆっくり休め。何しか今からね、検診があるから水しか飲まれへんねんけど、もう泣いちゃうあ、もう嫌やわ、ほんまに嫌やわ。もうなんかあんなカラーの松屋初めて見てんけど、なんか違うんか。マイカリー食堂、めちゃくちゃうまそうやんけ、名前からして。なんかめっちゃええ匂いすんねんけど、やばない？朝ごはん定食、オムライスと小うどん、または B 定食、目玉焼きウインナー、小うどん、明太子または納豆、ライス400円。かー、やばいな。ええ匂いするわ、ほんまに。もう今俺の口の中よだれの大洪水やかんねー最強油そば、世界で一番うまい油そば、やばいなー。ええなー、めっちゃ食いたい、めっちゃ食いたい。いやー、もうたまらんな。まあ11時からやからまだまだ開かへんけどなあ。伝説のスタ丼はあるし、モーヤンカレー、なんか聞いたことあるけどね。ついつい頼みすぎてしまった。今日の朝飯や。さあパーティーが始まるぜ松屋パーティーや。健康診断終わったしな。これが山形わさびを使ったなんかみたいな、よだれやばい、半端ねえ。
カルビ焼肉ダブル定食。これがね、またうまいんよ。贅沢にね、もう3枚ぐらい乗せて、ほら、で、鬼おろし、これも絶対うまいからね、マジで完璧やろ。なんかここのお店の松屋のダブル牛カルビ定食のこのカルビめちゃくちゃ多いような気がするんだけど、気のせいかな。たまらんぐらいうまかったぞ。いや言うても昨日の晩から食ってないだけやけど、こんなうまいか。いや食べたらあかんって言われて食べる、食べたらあかんって言われる時ほどなんかめちゃくちゃ食べたくなるやん。それをね昨日の夜はぐっとこらえてた。早速カフェオレやろ、ほんまに。どんだけ我慢したと思ってる、昨日の夜から。なんでレタス出とんの。ちょっと逆やけど、これねフィレオフィッシュの、タルタル増量のやつとなんかスパチキと、ダブルチーズバーガーが2個と照り焼き1個と、なんやガーリックシュリンプ、ガーリックシュリンプと、チーズロコモコとエルポテトが4つとオールミルクが6個とナゲットとなんか枝豆サラダみたいな。締めて約5,000円。あったかいうちにちょっとポテト食いたいんで、さっきポテト食べるわ。
めっちゃうまい。そう、あのね、健康診断の後ね、塩加減抜群やな。この前静岡に出張行った時にマクド食うたんよ。でそこのねマクドのねポテトの塩加減も最高でね、そっからマクドねめちゃくちゃ食いたくて、めっちゃうまいな。ミルクと合う。あの健康診断の日結構朝から食べてて、で一日通してほんま好きなもん食うたろうと思っとってんよ。けどそういえばちょっと忘れとったなと思って、僕の家ねちょいちょい友達が来てて、でそういやその日に僕健康診断で伝えとってんけど、なんか手伝ってほしいと。いやもうね、何を手伝うんって聞くんもあれやったから、まあ薄々感づいとったけど、いや健康診断の後よと僕は心の中で思っとったんよ。で僕初めて健康診断を受けたんよ、46年間。ガーリックシュリンプ食べるわ、ね、お。でこのハンバーガーね、僕いつもね同じやつしか頼まへんのよね、ダブルチーズバーガーか照り焼きバーガー。だから今回そのね僕のいや僕の、いや違うわあのちょっと頼んでね、お前が食べたいやつを食べるわって言って全部チョイスしてもらったんよ、6セット選べって言って。でだからその子が選んだマクドガーリックシュリンプ、なんなんやろガーリックシュリンプって、ガーリックシュリンプ、エビか。ちょっとピリ辛な。うん。これはうまい。うまいしか言わへんけど。うん。ええチョイスやわ、これ。どこまで喋ったっけ。あ、手伝いしたんよね。で、まあ薄々感づいとったけど、何やこれ。全然話進まへんけど。で引っ越しやってね、荷物を運ぶあれやってんけど、まあめちゃくちゃしんどくてね、ほんまにしんどくて、もう何往復したか忘れたぐらいめちゃくちゃ過酷やったんよ。でまあ友達も一緒にこうね
運んどってんけど、まあ僕もこうひたすらほんまずっと働いとって、途中でまあ健康診断の後やからバリウム飲んでるわけやんか。だから腹いったってなりながらトイレ走って荷物運ぶの走ってみたいなんで、友達が全然なんか階段降りる気配がなくて、え、何してんやろうと思ってこう部屋入ったんよ。ほんなら携帯持ってなんかいかにもなんかやってる感めっちゃあって、心の中でお前それやってる感合ってるけどやってないからなって思いながらね。こう健康診断終わったら連絡くださいって言うからさ、健康診断終わった時にこう LINE したんよ。終わったでって言って、で健康診断ってさ、あの前日の9時か10時ぐらいからかなんかご飯食べられへんやん、はい、だからこうご飯ちょっと我慢してて健康診断受けて、で終わったでって LINE したら、そのまますぐ帰ってきてくださいみたいな LINE が来てさ、いやいやちょっと待ってと飯食っていいってとりあえず飯食わせてもらっていいかなっつって、じゃあ次、ほんまポテトうまいわ。これ初めてやねんけど、フィレオフィッシュのタルタルマシみたいな、これ増えてんのかな、分からへんけど、うん、うまい。けど僕マクドの中で唯一フィレオフィッシュの味が昔とめっちゃ変わったなって思うよ。子供の時大好きで、すごい食べとった気はするんやけど、大人になってから全然食わなくてね、味が変わったなって思ってしまってから。え、うまいよ。健康診断とは全然違う。あ、健康診断の話しようか。あれね、なかなか面白いよね。やっぱりこう初めてやからさ、ドキドキしていくわけやんか。何されんやろ、バリウム大丈夫かなとかさ、思っとってんけど、なんかほんまアミューズメントパークみたいな感じで、採血も怖かったけど、可愛いお姉さんがね、採血してくれて、
利き手どっちですかって言われて、いや右です言って、なじゃあ左で取りますねって言って、でこうずっとこうサワサワって触っとってくれたんや。ほんならやっぱりこうね、なかなか血管が出ないよね、あれ出えへんって。ってなったよね。で、ああ、デブですいませんねって言って。じゃあ右手、触っていいですか、右手でいいですかって言うから、ああ、全然構いませんよって。で、右こう、触っとったら、やっぱ出てきて。で、こう、採血してもらって、こう。あれはね、ほんま助かったわ。かわいいお姉さんで。で、なんか内科とかもあるよね。なんか精神状態どうですかみたいな。で、僕バリウム初めてやったから、そのバリウムの説明書もずっと読んどったんや。なんか結構脅されとって怖いよって、先生怒られるでとか、すごいポーズ取らなあかんでって、結構脅されとったから、もう入念に見とったんや。看護婦さんに、バリウム初めてですかって言われて、いや初めてどころか健康診断も46年で初めてですって言った瞬間、もうなんかもうドカーンって、もう笑いがバーンってなって、そのね看護婦さんもブブブブブブブっつって、でその待ち合いのとこにこう大きい水槽があって、中にこう魚が泳いどん、もうその46年初めてですって言った瞬間、もう魚が全部右回りに回り出してから、いやほんまにもう大爆笑の渦やってね。でバリウムもいろんなポーズ取らなあかんねんね、あれ。取らなあかんよって言われとったから、てっきりほんまにこうなんかポーズ取らなあかんもんや思っとったんやけど、なんか機械みたいなのに乗せられて、で、なんかぐるぐる回るアトラクションみたいな感じで、すげえ面白かった。うん。あれなら全然怖くないわ。マックチキン。スパチキってやつや。オーロラソースってやつか。あ、結構辛いこれ。マクドでこういうチキン系ってあんま食べた記憶ないな。うん。まあ。わ、ほんまマック。マクド食べたくて、辛いこれ。
ミルク2本目。ちょうど帰る日よ。まだ友達から LINE 来とって。何時頃着きますみたいな。こっちに。何時頃着くみたいな。感じやって。いや。その時まだ帰りの新幹線のチケットもらってなかったから。何時になるか分からへんっつって。って言ったら、明日とかになる系ですかみたいな。言われて。何をこいつそんな焦っとんやろと思って、なんなんどうしたんって言ったら、いや、俺の仕事が、まだ途中で、みたいな。いや、知るかいつって。ここ俺んちやつって。何を、なんで俺がそんな気使わなあかんねん。で、仕上がった。ね、やつ見たら、こんな背景でね、うん、ええ感じや。いや、なんか前々から使うかもしれへんみたいな、言っとって、ああ、いいよって言っとってんけど、まさか急に使ってるとは思わへん。なんか電線みたいなのがここに映っとって、でそれを見たこのマクドナルドをね、あのチョイスしてくれた子が僕に LINE で「あれ山鉄の家やろ」ってちょんばれやって、その友達にね、いや、お店の子が、なんか、あれ、俺んちってすぐバレたで、つって、伝えたら、いや、そんなはずはない、つって。いやいや、何年やってるん、つって。あえて映したんかな、思うの。あの、電線みたいな。で、あ、うん。わ、枝豆コーン。これで結構色鮮やかな、うん、優しい塩味で、うん、女の子は好きそうやんや。これはいらんから。おいしいよ。おいしい。じゃあ、チーズロコモ。わっ、これはうまそうやぞ。ほら。めっちゃうまい。うん。なんかバーベキューソースみたい。ここに来てやっと巻くだよなって感じた。このハンバーガー食べて。
今何個食ったっけ、フィレオフィッシュとガーリックシュリンプとアスパチキとロコモ4個、はい、でこれナゲット、これもね、メキシカンチェダーチーズソースっていうのが今あるんかな、うん、あ、うまく、めっちゃうまくない、すごい濃厚なチェダーチーズとちょっと辛い感じのこのソースバカうまいわ、うまっ、うん、これすっげーうまい、バーベキューちゃうわ、このナゲットのソースってほぼマスタード一択やねんけど、これうまいな、昔もあったかどうかは知らんけど、ドリル付け、あ、うん、おいしい、友達と一回買い物行ったんや、夜中にで、俺その時ご飯食ってなくて、あ、そうや、久々にずっとマクド食いたかったからマクド行きたいっつって、でダブルチーズバーガーセットのバイマックあるやんか、あれを買ったんよ、で家持って帰ってきて食べとったら、僕あることに気づいたんよ、パティは倍になってるかもしれへんけど、チーズが倍になってへんから、なんかチーズ感がすごい薄かったよね。その友達も結構食べる人やからさ、その横でこう、俺食べてたわけやんか。やっぱりなんかあるんやろね。その、飯の、普段気づかんことがなんか気づいてしまって。うわ、ちょ、これ見てやって。倍マックにしたら、パティは2倍になるけど、チーズ2倍になってへんから、なんかチーズの味あんませえへんわって言ったら、俺だからいつも買うんは、ダブルチーズバーガー2個やねん。バイマックにはせえへんねん。バイマックにするのは、エビフィレオ。エビフィレオだけなげん。俺昔から知ってるし。腹立つわって、いや確かにバイマックにした方がまあね、食べてるボリューム感はすごいけど、やっぱこのそのダブルチーズバーガーみたいなこのチーズ感がねなかったんや、だから今日はねちょっと2個買います、あ、うまっ、うまいな、で
さ、その健康診断の前の日もさ、これ食べられへんわけや。ほんなら俺ちょっと腹減ったから買いなんか買ってくるわとか言って、でまあうつ分かるやん、あこいつやってくんなっつって、なあ案の定あれね、ほんまこれやった、ダブルチーズバーガー2個と照り焼きバーガー、これをさ俺食べられへんの知っててさ、ほんまもう超至近距離でさ、面と向かっては食わんかったけど、なんかあさっての方向を向いてってな、なんかさうまそうに食っとってさ、絶対マクドめちゃくちゃ食うだろうと思っとって、健康診断終わったらやっと腹いっぱいマクドが食える日が来ました。けどまあなんやかんやね、やっぱりね、その友達もね一緒におってね、おもろかってね、二人でなんかご飯とかもね作ってくれたりとか、茶碗蒸し作ってくれたおにぎりとかね、明太子にぎり作ってくれた、だからまあまあなんかキモいところがあって絶対今日ご飯食べたって言って聞いてくるよ。食べたけどどうしたんって聞いたら、いやなんか作ってあげようかなと思って、いや優しいよ意外ね、ええやつなんよ。二人でスイカ食ってスイカの種を下でこうペペペペペって吐いたりとかね、ちゃんと器あるよ二人並んでね、友達とスイカ食ったりとか、なんかブドウのテラウェアってやつかな、なんかあれにすごいなんか思い入れがあるみたいで、二人であのテラウェアをね、チュパチュパ食べてたり、ブドウね、ちょっと休憩するわタバコ休憩。まあでこの前動画で載せたなんか深夜に掃除したやつあるやん、あれね友達が来る前の動画なんよね、そのなんか今日から家行きますわみたいな、なんか仕事中に LINE 入ってきて、いやちょっと待てと、せめて掃除だけさして、掃除まあ礼儀上ね、掃除だけした状、掃除した状態で来てほしいって言って、で急いで掃除したんよ夜中まで。俺出て行った時もめっちゃ部屋きれく掃除して出て行ってくれたわ、やるやんと。ただね友達が寝とったすぐ横ぐらいにありもしなかったシミがめっちゃでかいのがあるんよ
言言おうぜ。なんやねんこのシミ。見たことないぞ。あの野郎。あのシミはなんや。照り焼き行こうか。こんなんうまい分かってるもん、照り焼きだもん。ここに来ても照り焼きうまいんかい。もう45分ぐらい食うてる。こら明日やばいぞ。マジ。ギブマジンが出てきちゃったわ。あ、顎いた。顎っていうかでもここ、ここ。ボロボロ言い出した。これは明日の晩ご飯にしよっか。残りはまだギリいけるやろ。こら、こらって冷やしとったらめっちゃ腹痛いのにだ。あ、腹痛い。多分健康診断の結果はまた送られてくると思うんやけど、まずそれはその時で、またお伝えしたいかなと、そう思うんで。もうこれ、あっか、払いだ、ね、ごめんなさい。じゃあ、払いだ。俺のぐで玉が出る。めっちゃ危なかった。